はい、こんにちは、JBS 武蔵野川合です。今回は内野手の高いバウンドをうまく合わせるポイントについてお伝えしていきます。まあ、この動画は主に軟式野球で多い高いバウンドに対しての、まあ、合わせるコツですねをお伝えしていきます。また硬式野球でも人工芝などのグラウンドでは結構高いバウンドが来ますので、まあ、そのバウンドをうまく合わせるコツについてお伝えしていきます。まずバウンドを合わせるバウンドの位置についてお伝えしていきます。バウンドを合わせる位置としてはまず1つ目が、ショートバウンドですね。ボールが落ちた瞬間に、まあ、上がってくる瞬間にこう入れるショートバウンドが1つ目です。このショートバウンドが、まあ、一番取りやすい位置ですね。その後の送球につながりやすい、こう位置なので、基本的にはショートバウンドで合わせに行くっていうのがまず1つポイントになります。でショートバウンドだと、あとイレギュラーをしたとしても、ここでボールの変化がほとんどないので、イレギュラーにも、まあ、対応しやすいとか、イレギュラーしてもうまく取れるっていうようなバウンドになってきます。で2つ目が落ち際ですね。バウンドが起きてボールがこう落ちてくるところですね。すごく、その後の送球もしやすい位置なので、まあ、ボールがこう落ちてくるところ、まあ、こういう風に受けたりとか、グラブを下にして受けてそのまま投げるっていうような感じですね。なので落ち際が次に、すごくやりやすい位置になります。でここからは少し難しい打球をご紹介します。難しい打球としてはハーフバウンドですね。1つ目がハーフバウンドです。ボールが上がってきてこう、まあ、体にこう差し込むような打球になるので、ハーフバウンドで合わせてしまうと、まあ、エラーの確率がかなり高くなってしまうので、なるべくハーフバウンドにならないようにしていくっていうのがまず大事です。こういう感じです。差し込まれたりこう体が浮き上がったりしてしまうので、なるべくハーフバウンドでは合わせないように注意してみてください。最後は高いバウンドの時っていうのは結構前側の打球っていうのも多いので、全力でこうダッシュをしていって、まあ、どうしてもこうそこで取らないといけないっていう場面が出てきます。例えば、ボールが上がっていってジャンプをして取ってそのまま投げていくような、場面ですね。これはボールがかなり上にあって腕をいっぱいに伸ばしてもそれ以上こう腕が伸びないぐらいの位置で取ってそのまま、投げていくっていうことも、まあ、あり得るので、そのような、打球の、まあ、ボールが頂点に近いところですね、上にこう上がっていって、腕が伸びたところで取るっていうのが、最後の打球の位置になります。軟式特有でかなり難しい打球なので、まあ、そのあたりのちょっとコツもお伝えしていきます。それでは、実際にですね打球を取りながら、ご説明していきたいと思います。はい、それでは実際に練習をご紹介していきます。まずは高いバウンドが来た時のショートバウンドで合わせた時の、練習となります。必ずどのバウンドでもそうなんですけれども、1歩目のステップですね、まあ、スプリットステップってこう1歩目を前にちょっと踏んでいくっていうのを入れていくとバウンドが合いやすくなりますので、そちら注意してやってみてください。はい、基本的にはショートバウンドと落ち際で合わせていくのが、まあ、一番確率が高くなるので、今回のようにショートバウンドで合わせるようにやってみてください。最後までショートバウンドの場合、目線をこうしっかり切らないで最後に見るっていうのが、とても大事になってきます。続いては、落ち際のバウンドを説明していきます。まあ、しっかりこう落ちてくるところで合わせることで、その後の送球もスムーズにいきますので、グラブを下側にして合わせるか、上側に取ってそのまま投げていくかっていうような感じになってきます。続いてはバウンドをして腕が伸びたところですね、一番ちょっと伸びたようなところで取って投げていくというような場面です。これはまあ軟式で、まあ、特に高いバウンドが来て、まあ、かなり勝負にいっている状態ですね。チッていっても上で取らないとそのまま投げてアウトにできないというような打球を、まあ、処理した時の感じになっています。ポイントはですね、取った後結構ジャンプしたりしているのでブレやすいので、なるべくこの上の上半身のトップの形ですね、取った後にトップの形をちょっと一瞬作ってそのまま投げていくことと、あとはステップをファースト側に、勢いよくそのまま足を少し出していくっていうのが、大事になってきます。そのあたりを注意してやってみてください。はい、続いては少しまあダメな例というか、うまく合わせられなかった時の例です。ハーフバウンドになってしまって上体がこう上がってきてしまうっていうような例です。これはすごく取りづらいので、
なるべくハーフバウンドにならないように取っていくっていうのが大事なんです。まあ、最悪ハーフバウンドになった場合はできるだけボールを見るようにあまりこう差し込まれて状態が浮いてしまうとそのまま上に行ってしまうのでちょっとこう目線をしっかり切らないで取りに行くように少しこう幅を持たせて取るような感じにするとハーフバウンドでも多少は取りやすくなります。はい、それではですねこのように取り組んでみてください。まずバウンドを合わせるときの基本としてスプリットステップ1歩目を少しこうシャッフルするような形で前に足を切ってきます。インパクトと同時に前足がついて右足がこうついてくるようなイメージですね。でそうすることで1歩目の反応が良くなってきますので実際にバウンドに合わせるのがやりやすくなってきます。またスプリットステップのやり方については別の動画がありますのでそちらを概要欄に貼っておきますのでそちらぜひご覧ください。高いバウンドはバウンドの位置を間違えてしまうとなかなか取りづらいのでショートバウンドと落ち際を基本として合わせることを意識して練習してみてください。それでは今回の動画はこれで終わりになります。この動画がためになったと感じたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。